おい、出ないぞ。いや、どうなってんのこれ。7818かな。これですね。で、皆さんこんにちは、リクです。さあ今日はなんと私人生初めてのカラオケパセラに来ています。イエーイ。というのも、なんとこちらでですね、ビックリマンのコラボのメニューがあるということで来ました。イエーイ。世代じゃないけどやっぱりカラオケパセラさんといえばこのね、大きいハニートーストですけれども、これもビックリマン仕様になっています。ということでこのなんか側面が、あのトーストというよりは何でしょう、ウェハースみたいになっているそうです。はい、ということでなんかこれを注文するとこのランダムでコースターがもらえるということで楽しみですね。裏面の飲み物はマドラーがもらえるらしいですよ。はい、ということで来るのが楽しみです。結構人気ないんですよね。はい、悪魔に悪魔に。こちらのこちらちょっとリクちゃん向けて。はい、じゃあ私こちらのコースターをつけたいと思います。これ16種類。すごい。前ワックスベース。これは何ですか？バンダーマリア。バンダーマリアだそうです。当てってもらえ。あ、そうですね。この2枚開封の儀をしたいと思います。さっきはバンダーマリアなので。かぶんないといいな。せっかくですからね、このなんか同じの当てたいですよね。まあ、予備知識がないね。さあ、あ、なんか緑。うわ、ヘラクか、またすごいね。しかも緑だ。緑もレアです。うん、このね、タイプね。緑もレア。そう、人気あるんですよ。嬉しいですね。じゃあもう一つ、いただきたいと思いますが。じゃじゃん。うわ、あれサタンマリア、あ、赤だ、しかも被ってないですね。サタンマリアの赤はいいですね。いいですね。はい、ということでこの、はい、こちらがね、出ました。はい、じゃあ食べてみましょうか。はい、そうですね、早速、はい、いただきたいと思います。悪魔のコーヒーが来ました。かわいい、羽が入ってますよ、うん、はい、ということで甘そうですね。なんか甘そうですよ、しっかりクリームが。こちらが、天使のハニートーストです。なんかこのね、ランダムなんですよね、これも。しかもヘラクライストの赤はね、
かなりレアです。イエーイ。これはね、高額取引されてる。いやらしい話、ちょっと高額で取引されてるんです。じゃあこれちょっと持って帰って高額で取引したいと思います。いや、これはダメです。はい。はい、美味しそうです。美味しそうですね。なんかボリューム感がすごいです。うん、そしてこちらの可愛らしいのがですね、はい、天使のふわふわスモアです。マシュマロが乗ってます。下にちゃんとウエハースがね、いるんですよ。甘い。古いぜ、ちょっと。どちらかというとハンバーグみたいな感じ。そうですね、スタバのちょっと、うん、なんだっけ、スタバのあれ。あれ、フラペチーノ。フラペチーノ的な感じを思わせる感じですね。おしゃれな。うん、アイスですね、うん、だからちょっとフロート的な感じもありし、そうですね、美味しいですね、うん、コーヒー好きとしてはいいですね、うん、悪魔な感じで、悪魔な感じで、うん、羽も食べられちゃうんですね、そうですねウェハウス、ああさすが、うん、びっくりマンだから、この食べ方が正しいのか分かんない。別にスプーンになってないから、混ぜながら飲む感じでしょうか。これだとね、なんか沈んでるコーヒーの味しかしない。難しいですね。難しいですね、食べ方。これちょっと飲み方知ってる方教えてください、うん、あ、確かに、コメント欄コメント欄教えてください。では崩します。出るかしら。あ、だそれ丸ごと行った方がいい。丸ごと手で取っちゃっていいですか。それがね、美味しいんですよ。これ僕、うまっと。うまっ。あ、いけそうです。さすがお嬢さん。ちょっとクリームがたっぷりで、よし、ではこのウェハースいただきます。うん、うん、これ美味しいよね。普通のなんかビックリマンのあれで入ってるチョコと同じとは思えない味なの、うん、これサクサクで、これめっちゃうまいの。美味しい、うん、いいですね。じゃあやっぱ、あ、すごい、どんどん壁が崩壊していく。崩壊してる。中にちっちゃいハニートーストが入ってるんですよ、一口サイズの。あー、もうダメだ。まあ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 、そんなもんそうですね。美味しい。ミートソースです。サク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 な感じです。うん、天使な感じですか。とっても天使です。こないだ食った悪魔も美味しかった。うん、美味しいです。ぜひパセラに来たら、うん、食べましょう。ちょっともう崩壊しちゃった。全くカラオケをしないで帰りそうな勢いですが、美味しいパフェでした。 So sorry, can't wait. See, now it's too late. I feel walking on by. My soul's wild away. But don't look back in anger. I had to stay.そしてこちらがリクのオリジナルシールです。見てください、かわいいでしょ。ピンク色のキラキラなんですよ。こちらのシールはインターネットでもご購入ができますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてくださいね。